と思います。だいぶかかりますね。もう6時間以上かかるんで、まあ、左方向です。ちょっと、はい、長いですけど、はい、いやダメで、まあこのね、今から行ってその週にあるんで、まあ、練習を重ねて、まあ車も人間もいい感じで挑みたいと思います。はい、台風の多分影響だと思うんですけど、まあでもこの先ちょっと通行止めなんですけど、全然車もねいないです。本当に高速道路貸し切り状態。はい、出発して、間もなく12時間が、あ、もう経ってますね、12時間。はい、立ってないですけど、もうマジで渋滞です。通行止め開通されたんですけど、もうマジで渋滞です。ずっと永遠に渋滞はもう嫌いです。はい、もう嫌です。到着は朝の7時の予定だったんですけど、13時26分に出てますね。まあさらに伸びると思います。ここからということでですね、矢田部アリーナに着きました。ということでこれからね、中に入って、まあちょっと様子を見ていこうかなと思います。今日はね少し走れないかもしれないです。もう営業時間がね終わってしまう気がするんで、ちょっと到着が遅くなっちゃったので、まあ、とりあえず中を見ていきたいと思います。まあ、まずバギーコースから見ていきましょうかね。
今日で食ってないぐらいがちょうどいいんじゃないかな。分からんけど。分からん分からん分からん。あ、なんか随分豪華なカメラ。ちょっと豪華になりました。コース面白そうの、うん、T2 思い出すね、うん、こういう感じかな。体勢回しておりますね。あれ多分 17.5 です。まあまあまあいい感じじゃないでしょうかね。はい、こんな感じです。なんかプラプラしてたけど